桜隊のメンバーと共に、中列左端が中。前列左より、島木津也子、その池子、二人おいて、丸山貞夫。後列左端が、高山蔵さん。中緑は、昭和時代の新劇女優。太平洋戦争中、移動演劇桜隊に所属し、公演先の広島県広島市で、原爆投下の被害を受けた。 医学的に認定された原爆という核兵器による攻撃の被害を受けた人類史上初の原爆症認定患者としても知られる。東京府東京市日本橋区本町の塗料問屋でこの駅兵注意、中万次郎の三女として生まれる。普通は公女に進学するが中退。大阪のウイルミナ女学校を卒業後、浅草の剣劇団、 赤獅子を一座を経て1931年、築地小劇場内に設立されたプロット研究所に入所。同年劇団東京左翼劇場で新劇女優として初舞台に立つ。東京中央劇場が新京劇団に吸収される形で解散した後は、映画出演、喫茶店の経営、陸軍戦地問題への参加などを転々とし、1942年、 丸山貞夫らの立ち上げた、クラクザに参加する。クラクザ解散後に、丸山が結成した、移動演劇桜隊にも参加し、全国各地を巡業するが、1945年8月6日、桜隊として、広島市滞在中に、原子爆弾が投下されたことによって、被害を受けた。中は、寮の2階にいたところを被爆したという。 裸同然の格好で京橋側まで避難したところで、救助され、宇品の臨時救護所に収容された。広島平和大通りにある移動演劇桜隊巡難碑の側面。名前が刻まれている。原爆10日後、中は、宇品の臨時収容所に避難したが、医療施設が全滅したために、手の施しようがない収容所の惨状に、危機感を募らせて脱走し、 8月8日に復旧した列車で命からがら東京に逃げ帰ってきた。帰宅後、極端な食欲不振と胸の苦痛に悩み、8月16日に東京帝国大学附属病院に入院。同病院には幸運にも放射線医学の権威、鈴木正夫教授がいたため、中は手厚い看護を受けることができたが、背中にできた肉種の悪化、脱毛、高熱、下血、 胸の苦痛など原爆症の症状は他の位置図をたどった。白血玉数が健常者の位置、20-200しかないという常識外の事態も医師たちを困惑させた。しかし、苦痛を和らげる処置がこう襲うしたのか、8月24日、中は安らかに池を引き取った。一緒に被爆した、丸山、その池江子。 高山正造らは苦しみも大ながら満足な医療を受けられず壮絶な最期を遂げた。死後1時間にして家族の了解も取り付けないままに綿密な冒険が行われ死因は原子爆弾症と特定された。これにより中は医学上認定された人類史上初の原爆症患者とされる。 被爆直後から臨終まで続いた胸部の苦痛の原因となった出血した肺と機能低下し再生不能性貧血の症状を示す黄色いバターの色になった骨髄は標本として今も同病院に保存されている2013年になり紛失したと考えられていた東京大学病院での中緑診療記録の原本の一部とみられる書類が 発見されたことが報道された。移動演劇桜隊の遭難を同時代の演劇人の証言などのドキュメンタリーとドラマで再現した、新道兼人監督の映画、桜隊チルにおいて、矢上康子が中を演じている。祭り、約、2012年、原爆章1号、幻のカルテ発見女優、中緑さんの記録朝日新聞2013年8月3日、閲覧。 ありがとうございます。